JR 安木駅のホームに瑠璃紺色の車体が滑り込んできました。安らぎの街、安木市でございます。安木市といったら安木節ということで、ウエストエクスプレス銀河はシーズンごとに行き先を変えていて、今年は4月から8月10日まで伯備線を経由して京都駅と出雲市駅の間を夜行特急として走ります。停車時間を生かした途中駅での歓迎のおもてなしも銀河の楽しみの一つ。このうち安木駅では地元の安木節保存会らが歌と土壌すくい踊りを披露しました。寝台特急っていうのが結構楽しみで、楽しかったです。どうでした？はい、中で占いとかやってもらいました。また今シーズンは列車内のフリースペースに山陰の伝統工芸品を展示するミュージアムが登場したほか、観光大使らによる車内イベントも日替わりで開かれます。さらに専用の VR ゴーグルで美しい鳥取の星空を疑似体験できるようになりました。今回新たに片道上りの出雲市から大阪京都コースが発売されたウエストエクスプレス銀河、今シーズンも予約状況は好調ということです。